ミッキーいるよ。こっちがステディオ。カイちゃん、ミッキーだね、ミッキー。ミッキー。はい、フロンティアランドにやってきました。ディズニーランドパリスに来るのであれば、こちらのアプリをぜひダウンロードしてほしいなと思うんですが、何が見れるかというと、こちらのリストからショーの時間だったりとか、イベント、あとはレストランの情報、まあ、お店のちっちゃいショップの情報など、どこにあるかだったりとか、あと一番便利だったのはマップのところを開くとですね、アトラクションの待ち時間も確認できます。今からホーンテッドマンションに向かうようですが、この時もこんな感じで確認していきました。はい、リバーボートに乗りました。基本的にアナウンスはイギリスからの観光客が多いので、英語とフランス語で流れています。はい、1日目やってきました。ハクーナマタタということで、ほとんどのレストランがもう事前予約が必要になってくるんですが、こちらのハクナマタタは必要ないということで選びました。パーク内のレストランの味に関しては、個人的に東京の方が美味しいかなというイメージです。海外のトイレって心配だと思うんですけど、やっぱりディズニーはすごく綺麗で、おむつ交換もこちらの外とトイレの中にもついている個室もありました。サバー、カイちゃん、サバー、ウィー、サバー、楽しい？パパいるよ。あ、パパいた。パパからライオン来るよ、ライオン。ライオン来るよ。ライオン。リオン。
んですけども、もう疲労困憊なので帰ります。ホテルに向かいます。綺麗。わあ疲れた。ママ、えっと危ないよ、全部ポッコンなくなるよ。さあ行くぞ。はい、今回泊まるところがこちら Explorers Hotel という名前のホテルになります。で、こちらのモチーフがちょっと海賊っぽくなっていまして、子連れに大人気のホテルになってます。中にはプールがあったりとか、子供たちが遊べるようなボールプール、アスレチックジムみたいなものがあったり、海賊船がドカンと置いてあったりと、すごく見て楽しめるホテルになってます。中はこんな感じ。早速もうちょっと船の中のような感じのインテリアになってます。さすがにディズニーの後だったので、もうカイトも遊ぶ気力がないかなと思ったんですけど、もうしっかりこの後プールでいっぱい遊びました。かわいいね。こちらホテルの近くのフレンチレストランにやってきました。はい、今撮るよ。はい、どうぞ。こっち、ここ貼って。アラビアタです。これはパパラブフェステパルフィネラリアム。いただきます。オナペチカイト、オナペチ。フィニオ、フィニオリオ、もうカイちゃん入れる。あ、いやいやいや、ボンヌイカイちゃん、ボンヌイ入れる。カイちゃん